皆さんこんにちは、ベーシストの藤谷一郎です。本日の動画はですね、ベースライン作りのド基礎編パート2、コード追従型について解説していきたいと思います。前回のね動画でもちょっと説明したんですけど、ベースラインの作り方ということで、本当のド基礎、最初の最初ね、どうやってこうベースラインって作ったらいいのっていうところをね、2回に分けて解説している。今日は後編ということで、コード追従型について解説していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。このチャンネルではベーシストに役立つ情報を随時配信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください。今回は、コード追従型のベースラインの作り方ということでやっていきたいと思うんですけれども、ベースラインをね作る上で大切な軸は2つあってね、縦軸と横軸なんですけど、縦軸っていうのは、リズムのことを表しています。リズムをどんなリズムで弾くかっていう、もうこれめちゃくちゃ重要なんですけど、そしてもう一つ横軸、これはね音程、何の音程を弾いたらいいのか、この2つの組み合わせで、ベースラインっていうのはできているんですが、まずねその横軸の音程の方のお話からさせていただきたいと思います。音程ね、何弾いたらいいかっていうとですね、例えば、じゃあバンドやっててギタリストの人が曲を作りましたと、この曲作ったんでやろうぜって言って、その人がコードが分かる人だったら、多分ねコード譜をなんとなく、メモみたいなものかもしれないんですけど、コードを書いたものを持ってくると思うんですよ。でベーシストっていうのは、その書かれたコードの何を弾けばいいのかと言いますと、めちゃくちゃ簡単です。ベーシストはまずその書いてあるコードのアルファベットの部分を弾いてください。コードのアルファベットの部分っていうのは、ルートって言われる主音っていうね、一番低い、一番大事な、その音から始まってるコードですよみたいなことなんですけど、そのねアルファベットの音をまず弾いとけば間違いないです。はい、ベースがね簡単な楽器だなと思うのはまずそこかなと思うんですけど、はい、まずアルファベットの音を弾いてください。そしてギタリストの人がコードも全然わかんないみたいな、だけど感覚で作ってきたよみたいな、こんな感じの曲に合わせてほしいんだけどって言った時にですね、まずじゃあ聴いてほしいのは、そのギターの人が弾いている音の一番低い音を、そのねベースは同じように弾いたらいいと思います。同じようにっていうのはリズムを同じようにっていうんじゃなくて、音程をです。でそのギターの人がこう適当に弾いているのをこうよーく聞いて、手を見てもいいんですけど、だいたいね一番最低音っていうのが、基本コードのルートになるので、その音を追っかけるようにベーシストは弾いていったらいいと思います。もしピアニストが作った曲で、ピアニストがコードが読めないで、こんな感じなんだけどって言ったら、その左手の一番低いよと、その音を同じようにベースは音程を弾いたら大丈夫です。はい、そして縦軸リズムの話なんですけど、大体ポップスにおいてはドラムがいることが多いので、ドラムがあると仮定しますけど、そのね縦軸のリズムに関しては、ドラムとのコンビネーションで、ドラムとベースで2人で1人みたいな役割でね考えると、とってもいいんですよね。で、ドラムとのコンビネーション、実際にどのようにコンビネーションするかっていうと、ドラムのバスドラム、大きいこう足で踏むドンドンってやつなんですけど、それとね同じ場所でベースは弾く、これがね超基本ですね。もちろん超基本なので、わざと外したりとか全然違う場所でもちろん弾いてもいいんですけど、まずはというところでは、キック、バスドラと同じ場所でベースを弾いてみましょう。で例えばこんなコード進行があるとします。はい、でこんなコード進行でドラムのパターンがこういうビートだったとします。はい、このようにですね、ドッツタッドドッツタッツドッツタ、はい、これ8ビートっていうんですけど、キックがドンドドンドンドドン、こうなってますね。なのでその横軸ではこのコード進行のアルファベットの部分を弾けばよい、そして縦軸ではこのキックと同じようにドンドドンと弾けばいいということで、この2つ、縦軸と横軸を合わせた一番シンプルな形でちょっとベースを弾いてみます。1、2、3、4。
はい、いかがでしたでしょうか。まあ、これがね本当に一番シンプルな形だと思うんですよね。で今ですね、実はまあ音のね長さっていうのを全く気にせずにずっと伸ばしっぱでこう弾いてたんですよ、このように。だけどですね、まあ、他の動画でもちょいちょい言ってるんですけど、ベースっていうのはですね、音をね聞くタイミングと同じぐらい音を切るタイミングっていうのは実はすごく大事で、これをね調整することによってもっとこう歯切れの良いあのベースラインになっていくので、ちょっとそこだけ意識してもう一回弾いてみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。今のはですね、ドゥーン、ドゥドゥーン、ドゥーンというふうにですね、2拍目、4拍目のスネアが入るタイミングでベースの音を切りました。そうすることによって、なんかだいぶこうリズムがこうはっきりしてくるというか、あの最初の伸ばしパだとちょっとダラッとしたイメージだったんですけど、こうすることによってまあリズムがパキッと出て、割とこれだけでももう本当にルートしか弾いてないんですけど、まあ割と成立するかなっていう感じになってきます。そして同じようにですね、じゃあちょっと違う、今度は16ビート、もうちょっと難しい細かいビートでやってみたいと思います。キックの位置はまあドーンドカンドドンカンドドカンドドなので、そこの同じようにベースをこうで弾くんですけど、先ほどと同じようにちょっと音符の長さにも気を使ってですね、でちょっと弾いてみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。そしてですね、まあ、横軸のお話をもうちょっと掘り下げてみますと、使える音程っていうのは、まあ、ルート以外にも、まあ、いくつもあるんですけど、まずね、あのベースですごく基本となるのが5度の音程です。そのルートと5度、これさえね知っとけばもうね 80% ぐらいのベースラインは弾けるんじゃないかっていうぐらいね、まあ、とにかくベースで言うとルートと5度ってむちゃくちゃ大事で、むちゃくちゃ使うんですよ。で5度の音っていうのは、まあどこにあるかというとですね、まあ、C がルートの場合は5度の音っていうのはここになります。はい、このね G って音なんですけど、要は他のまあ動画でも紹介してるんですけど、ルートから見て1本細い弦の2フレット先、1本細い弦の2フレット先、ここ、この音が5度になります。だからこういう指の形で、しかもこの5度っていう音の1オクターブ下の音がここにあります。はい、だからこのルートから見ると5度っていうのはまあ5度上の音、ここ、そしてこれのさらに1オクターブ下の音、ここ、このね音を使えるようになるんですね。こことここで、これが同じように他のコードにも言えまして、 A だったら A の5度はここ、そしてこれの1オクターブ下の音が E の開放、そして D5 度の音がここ、そして1オクターブ下の音はここで G、 はい、でこういう5度の音がここで、まあ、G に関してはまあ1オクターブ上の G、 はい、これもね使えるので、ルートと5度、これをねちょっと交えて先ほどと同じように8ビート16ビートでちょっと弾いてみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、もう一気にベースラインぽくないですか。まあベースライン、もうずっとベースラインなんですけど、ね、今のはまあ要所要所に、基本的にはさっきのそのルートだけっていうのに、その次のコードに移るときにこの5度こうやったりとか、ダーツダーダー
5度の音、そして次のコードに行くときにこの5度の音使って次のコードに行くみたいな、はい、こういうことをね、いろいろやっていました。これだけで本当にだいぶバリエーションが増えると思います。今度は16ビートで同じようなことをやってみます。1、2、3、4、はい、いかがでしょうか。もうね、普通のベースラインに聞こえますよね。でも本当にルートと5度しか使ってないんですよ。本当にもうたったこれだけのね、シンプルなことでベースラインっていうのはまあいい感じになるので、まずはコードのルートを弾く、そしてまあ5度も使ってみる、そしてリズムはバスドラに合わせる、これだけをね意識して、まずはちょっとベースライン作ってみてください。本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。コードにね追従する形のベースラインの作り方、少しはちょっと分かっていただけたかなと思うんですけど、もう本当にね、まあこれド基礎なんで、もちろんこれ以外にもベースラインたくさんあるし、使える音いくらでもあるんですけど、まずは取っかかりとしてはこれぐらいから始めたらどうかなということで紹介させてもらいました。このチャンネルではベーシストに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとコメント欄にね、疑問質問やこんな動画作ってほしいなどリクエストあれば、ぜひぜひ書いていただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。